おしちゅうです、今回の動画から番組のですね、おし TV が放送しているこみちゃんの番組、そして特別番組、また生放送などの番組の告知を中心にお送りしていこうかなと。おし TV の番組を見ていただくためにも僕たちがいろいろ内容を告知しなければならないと思いますので、まずですね、最初に今月9月12日から開幕する秋の高校野球十勝支部予選が始まります。3年生が引退してですね、1、2年生新チームとなって初めての公式戦が行われるということで、これも毎年 OCTV では生中継をしているんですが、今回も生中継でしたいと思います。今回連合3チームを含む20校14チームが出場するということで、はい、A ブロックにはですね、夏の十勝の代表帯広大谷、帯広農業、帯広三条が入ってるんですよ。固まってますね、うん、はい、そして B ブロックには昨年秋の全道覇者、これ白樺学園なんですけども、この白樺学園が初戦で夏の大会の代表決定戦まで勝ち上がった帯広工業高校と対戦すると。そして各ブロックを制した2チームは10月4日から札幌の丸山球場などで行われる全道大会に出場するということです、まあ、夏同様今回も無観客ということで、なかなかこう、関係者以外は球場には入れないんですけども、 OCTV で見るしかないですから。そうなんですよね。これしかないですそう、この秋の高校野球十勝支部予選をぜひ OCTV でチェックして、またですね、球児たちを応援していただければと思います。続いてですね、僕がちょっと MC を担当させていただいておりますスポーツ応援団の、告知をさせていただいておりいただきます、今回のネタとしては9月9日に更新された内容を少し紹介いたします。社会人の朝野球大会第43回連盟争奪野球大会の決勝でございます。結構手に汗握る投手戦となりました。結果劇的な結末がありますので、こちらもね、ぜひ番組を見てチェックしていただければと思います。そしてチームや団体をご紹介するチーム応援団、今回白樺学園高校女子バレーボール部が登場します。11人のメンバーを引っ張る2人の3年生などにピックアップして、その2人の3年生が、最後の大会になります。10月に行われる春の高校バレー十勝地区予選で、それが最後の大会となりますので、これに向けて今現在練習をしていると思いますので、こちらもぜひ注目していただければと思います。十勝青空放送局なんですけれども、はい、今回の特集はオータムファッションということで、はい、秋のファッションです。うん、でまあ、メンズとレディースそれぞれ1店舗ずついきまして、はい、でレディースがルーシーさんというお店 で、はいはい、でまあ、竹内奈々さんが実際に、うん、おすすめのコーディネートを着させていただきまして、まあ、メンズピースロックストアさんにお邪魔しまして、はい、そこで僕が、同じく3つコーディネートを着させていただきました。今年結構まだ暑い日が続いてるんですけど、うん、まあ、これから、まあ、徐々に涼しくなってくるのかなと思うので、まあ、ぜひちょっと秋服気になってる皆さんはこの特集を見て買いに行って見ていただきたいなと思います、はい。まあ、秋のファッションいろいろなコーディネートがあると思うんですけども、はい、なかなかちょっと夏服にまだなってしまうというのが、今日も2人して白 T 着て、そうこれ偶然なんですよ、ね、まだまだ夏です。季節に合わせてね、ちょっとファッションを楽しむという意味でも、はい、番組をね、ちょっとチェックしていただければと思います、はいはい。そしてもう一つ、今週の火曜日、はい、8日です、更新になった学校大好き、今週はつつじヶ丘小学校1年生のバス学習を紹介しています。でバス学習では帯広市総合体育館と帯広動物園に行ったということで、あ、はい、バス学習の様子って普段見ることないというか、家族の方も、うん、実際にその自分の子供がどうやってこう過ごしているのかというか、そうだよね、
なかなかこう見れない部分だと思うので、うん、まあね、今回の回に関してはなんか特に学校大好きの良さが出てるじゃないですか。絶対見れないですかね、普段。まあ、確かにね。バス学習の様子っていうのは。子供たちのパワーって本当すごいと思うので、ね、はい、そういったところも、ね、注目していただければと思います。はい、来週のね、次の次回の動画もいろいろと特別番組ですとかレギュラー番組の充実した内容になっておりますので、次の番組の告知もお楽しみください。待っててくださいね。はい。はい。